いなくなった親友小学校三年生の時にクラスに二人の女の子 A 子と B 子がいました二人はとても仲が良く休み時間はもちろん学校が終わった後も毎日一緒に遊んでいましたその日も二人は放課後に遊ぶ約束をし 荷物を置いてくるため、A 子と B 子は一旦お互いの家に戻りました。A 子の家は共働きで、帰っても家には誰もいません。A 子が自分の部屋に学校の荷物を置いて家を出ようとすると、家の電話が鳴りました。家には A 子しかいないので出てみると、相手は B 子でした。 B 子は少し沈黙した後、とても残念そうな様子で、今日は他に用事ができてしまって遊べなくなったの。ごめんね。また遊ぼうね。B 子との遊ぶ約束がなくなり、A 子ががっかりしていると、どうやら今日は仕事が早く終わったようで、母親が帰ってきました。なんだか母親の様子がいつもと違うので、 何があったのか聞いてみると母親は帰りに交通事故の現場を見たようなのです。話によると近くの通りで人が大型トラックに引きずられて亡くなったようで事故の現場はひどい状態だったようです。次の日学校で事故にあったのが B 子だということを A 子は知ります。一ヶ月経っても まだ A 子は B 子がいなくなったショックから立ち直れず、以前は明るかった A 子は、今ではほとんど何も話さなくなり、学校も休みがちになりました。A 子はその日も学校を休んで家で寝ていました。お昼の一時頃だったでしょうか、インターホンが鳴りました。両親は仕事に出ており、家には A 子しかいませんでした。 A 子は誰とも話したくなく、そのまま寝ているつもりでしたが、最初になり始めてから10分経ってもしつこく鳴らしてくるため、無視することもできず、仕方なく家の中のモニターから帰ってもらうよう話すことに。今にあるモニターの電源を入れてみると、映っているのは赤いフードをかぶった子供のようで、しかも随分痩せています。 A 子はマイクに向かって誰なのか尋ねました。しかし何の返答もありません。マイクから聞こえてくるのはまるで喉に痰が絡んだような息遣いだけ。さすがに怪しいと思い、警察を呼んだ方がいいかなと考えながらもう一度モニターに目を向けます。そこで気づきました。 その子供には両腕がなかったんです。そしてフードだと思っていたものはよく見ると顎から上がひしゃげた頭。その時玄関のドアが開く音がしました。モニターを見てみるとそれは家の中に入ろうとしています。もう英子は混乱してどうしていいかわかりません。 その場にうずくまって耳を塞ぎました。目を覚ますと、栄子は床に倒れていました。あまりの恐怖で気絶していたようです。部屋の中を見渡しても特に変わった様子はありませんでした。安心して床にへたり込んで、やっと栄子は気づきました。あの子供の着ていた服が、 事故の日の B 子のものと全く同じであることに、そして自分の倒れていたすぐそばが今まで誰かがいたように温かいことに。人から聞いた話、稚拙な文章ですまない。 空白の友人。たまーに記憶の空白が訪れる。正直に言うと、気づいたらいつの間にか数時間経過していた。そして、ついさっきまで自分が何をしていたのかがわからない。というやつなんだけど。まあ、この程度のことなんかよくある話だし。 仕事中とか車の運転中とかになったことはないので、大して気に留めていなかった。今までは。二ヶ月くらい前の休日。暇だし、ゲーセンでも行くべ、と家を出たところまでは覚えていたんだが、気がつくと、駅近くのスタバでコーヒーすすってた。で、家を出たのが11時頃、 我に帰った時刻が14時半ぐらいだった。ちょうど仕事関係でゴタゴタが続いていた時期でもあったし、疲れてんなあ、俺。ぐらいにしか思わなかった。翌日会社へ出勤。同僚の女の子から、昨日の昼頃駅前のスタバにいたでしょう。ああ、いたかも。一緒にいたお友達結構いい男じゃん。 今度紹介してね。あ冗談冗談。ああ、でもちょっと本気。長身ロン毛でユニセックスってちょっと私的にツボだから。誰だそれ。長身ロン毛そんな友人に心当たりはない。声かけてくれればよかったのに。いやあ、思い出話で盛り上がってるとこだったから邪魔しちゃ悪いかと。 詳しく聞くと、どうやら俺とそいつは、近所の川でザリガニ釣りをした時のことやら、駄菓子屋でくじを当てるためにした無駄な努力などについて、盛り上がっていたらしい。理由もないし、同僚が嘘をついているとは思えないが、俺には全くそいつに心当たりはない。その場は何とかお茶を濁して終わりにしたのだが、どうも釈然としない。 で、今年のゴールデンウィーク。連休らしい連休もなかったので、実家に帰らず、街をブラブラしていたら、また3時間ほど記憶が飛んだ。今度は、行きつけのゲームショップに入ったところから、駅前の噴水で一服していたところまでの記憶がない。それから数日後、大学時代からの腐れ縁の友人からの電話。そういえばさ、 お前、この間の5月5日に、丸々駅前いただろ。ああ、いたけど。いや、その時のお前の連れな、スラッとした調子でロングヘアだったから、俺思わず、あいつ、モデルの彼女でもできたんか、とかびっくりしちまったけど、よく見たら男だったから安心しちゃったよ。そいつの風貌などを聞くと、どうやら先の人物と同一のようだ。でも、 俺には全く心当たりがない。小学校時代のアルバム引っ張り出してきて、仲の良かったことかを思い出してみたけど、該当者が思い当たらない。お前は誰なんだよ。見えない友人。 大学の合宿寮が海の近くにあるのですが、サークルに入っていないものも予約をすれば利用できるので、夏休みに友達4人で行きました。その寮は前から出るという噂があって何か体験できないかという期待もありました。しかし、夜中になっても恐ろしい出来事が起こることもなく、 かといっておとなしく眠る気にもならず、みんなで海に出ることにしました。しばらくジャブジャブ遊んでいたんですが、夜の真っ黒な海では自分が上を向いているのか下を向いているのかもわからないほど方向感覚が狂い、酒が入っていたこともあり、危ないから帰ろうということになりました。声をかけ合い、 四人全員いるのを確かめて、とぼとぼ寮まで戻ったのですが、門のところで、それまで一番後ろを歩いていたはずの、A がいないことに気がつきました。おかしいと思いながらも、名前を呼びながら、寮の周りや来た道を少し探して歩いたんですが、見つかりません。海と寮はほぼ一本道なので、迷うはずもなく、もしや海に置いてきたか、 慌ててみんなで浜に戻りました。海辺に A の姿はなく、大声で呼んでも何も聞こえません。たまたま浜を歩いていたおっさんに、こんな感じの男を見なかったかと聞いても、見とらんな。友達がおらんのか。夜中の海は引っ張られるからあかんぞ。諦めるしかないわ。今やったら、まだ近場に沈んどるかもしれんが。 と言われる始末。で、これはやばい、と、みんな真っ青になり、海に入って探すと言い出した一人をなだめて、警察に連絡しようということになったのですが、たまたま誰も携帯を持ってきていなくて、大急ぎで寮に戻りました。そりゃもう全速力で。ぜいぜい言いながら寮に到着して、入り口のロビーのとこで酒飲んでた友人に、 警察、A がおらん。海で溺れたかもしれん。と叫びました。友人は一瞬ぎょっとした顔をしたんですが、俺らを見て笑い出しました。いるじゃねえかよ。って。びっくりして振り向くと、無然とした表情の A が息を切らせて立っていました。驚いたのもありますが、こっちは必死で探してたもんですから、 安どと共に怒りが湧いてきて、お前どこにいたんだよと詰め寄ったところ、半分切れかけの A に、ずっとお前らと一緒にいたじゃねえか。ふざけんな。と返されました。どういうことかと話を聞くと、A は最初に海から戻ってきた時も、ちゃんと一緒に寮まで帰ってきていた、と。ところが、 門のところでいきなり、俺ら三人が、A がいないと騒ぎ出した。はじめはからかわれてんのか、とも思ったが、自分を呼ぶ声にいくら返事をしても、耳に入っていないかのように探し続ける。いい加減頭に来て、俺らの腕を掴んだり引っ張ったりしても、A がいないいないと言ってうろうろしている。さすがに薄気味悪く感じたが、 海に向かうと言い出すので仕方なくついていった。もうその頃には返事をする気もなく、ただ俺らの様子を見ていたら、俺らは誰もいない方角に向かってブツブツ話し出した。そこで鳥肌が立つくらいビビって、おいと声をかけたら、急に漁に向かって走り出したから慌てて追ってきた。 A の話を聞いた直後は怖いというよりも訳が分からないという感じでしたが、よくよく考えたらすごい恐ろしい体験ではないかとゾッとしました。どちらが正しいのかも分かりませんが、あの時、門のところで探しに行かなかった場合、俺らに A を見ることはできたのか、海辺のおっさんは本当にいたのか、狐につままれたような体験でしたが、 少なくともあの寮にはもう行きたくありません床屋の息子小学生の頃の話なのでうろ覚えの部分がありますがあれは多分 小学4年生くらいの時ですが、うちの近くに当時はまだ空き地やリンゴ畑がたくさんあり、外で遊ぶわんぱくな僕たちには絶好の遊び場でした。今は打ちっぱなしのゴルフ場やスーパーやパチンコ屋などがたくさんできてしまって、空き地はほぼありません。当時、 仮面ライダーの小さいフィギュアを戦わせる遊びが流行っており、確か僕はカメレオンっぽいやつを買い与えられていたと思いますが、それを持ってみんなと外で遊んでいました。その日はいつも一緒にいる仲良し三人で遊んでいたのですが、そこに数日前に越してきた転校生が現れ、そんな遊びより楽しいことがある。 と言い出しました。正直、僕はフィギュア遊びに飽きていたので、新しい遊びというものに興味を持ち、乗り気ではなかった友達を説得して、その新しい遊びを4人ですることにしました。しかし、フィギュアをなくすかもしれないという理由で、一人の友達がフィギュアを持って一度帰るから、 一緒に帰ろうと言い出したのです。家まで10分もかからない距離だったのですが、僕は面倒だったのでそれを断り、待ってるから行っておいでと言ったのですが、一人で行くのが嫌なのか、僕ともう一人を必死に説得します。それでも僕はそれを断り、フィギュアを地面に置き、ここにまとめて置いておけば大丈夫だ。 逆に彼を説得しました彼はしぶしぶそこに置いておくことを承諾し新しい遊びのルールを三人で転校生に聞きました転校生の言う遊びとは確か以下のようなものでしたまずみんなで輪っかになって箸をつかむ方の手で隣の人のもみあげをつかんで目をつむる 僕が合図したら全員一斉に目を開けてすぐにまた目をつむるんだ。その説明の途中か説明が終わった後かは忘れましたが誰かが何の意味があるのと口を挟みました。僕はよくわからない遊びと言い知れぬ恐怖からそのやりとりを息を呑んで聞いていました。 転校生の彼は、僕もよくわからないけれど、すごく面白いし、二度目に目を開けた時にはすごいことが起こるはずだよ、と、曖昧な回答をしたと思います。怖かったのですが、幼心にものすごくワクワクして、早くやろうと促しました。そしてそのゲームが始まり、 全員もみあげをつかみ目をつむったのですが僕はこっそり薄目を開けていました転校生の彼はニヤニヤしながら隣ではなく正面の友達のもみあげを触ったり話したりしてた気がしますはいという彼の合図で全員目を開けました別に何の変化もありませんそしてまた 全員目をつむりました。さっきと一緒で僕は薄目を開けていましたが、今度はさっきと違い、目で見る光景よりも先に声が聞こえてきました。申します。母、申します。うん えと思って目を開けると、なぜか全身びしょ濡れで僕はドブにかっていました。周りには誰もいなくて、不安になった僕は場所もはっきりしないその場から走って、どうやって帰ったのかはわかりませんが、家に帰ってきました。服を汚したことやフィギュアをなくしたことで親にめちゃくちゃ怒られましたが、恐怖のあまり、 その日あった出来事を親に言うことはできませんでした。次の日学校に行くと、昨日一緒に遊んでいた友達がなぜか坊主になっていました。彼の家は床屋でした。どうしたのか聞こうとすると彼は、いいか、昨日のことは僕らだけの秘密だから誰にも言うなよ。フィギュアは僕のおばあちゃんが預かってる。 えらいお坊さんに預けたから大丈夫なはずだから。というので僕はわけもわからずうなずくしかありませんでした。その日以来転校生の彼を見ていない気がします。そもそも転校生だったのかどうかも正直怪しいです。そして二人の友達ともその後疎遠になっていき遊ぶ友達も変わってしまいました。 曖昧な記憶ですが、とにかく怖かったとか気味が悪かったなって話でした団地の女の子子供の頃の話です当時は新興住宅地が各地に建設されていて 私もそこに住んでいました。その地区の外れに大きな団地がありまして、学校が終わるとよく友達とその団地の前にある広場で集合したものです。ある日、いつものメンバーの中にケイ君がいません。必ずと言っていいほど毎日来て、結構リーダー的な存在のケイ君がいないのが不思議で、 友達になんで今日 K 君いないのと聞いてみましたがみんなわからないようでした確かに学校には来ていたのですがその翌日も K 君は広場に来なかったので学校で彼に聞いてみましたすると「今親に外に遊びに行くの止められてんねん」というのです どういうことかと問いただすと、以下は彼の話です。ケイ君が遊びに来なくなった日の前日、みんなが帰った後、いつも見ない女の子が残っていたそうです。彼は団地の子だろうと思ったのですが、その女の子が、こっちに面白いのがあるよ、ついてきてよ、と言ったのだそうです。 スケベ根性があったのか、ケイ君は怪しむこともなくついていったのが、その団地の一室のよう。確かにその日、解散した後、ケイ君がふらふらと団地に行くのを私は目撃していたのです。何やってんのかな、ケイは、と思ったのですが、空腹に負け、そのことは気にしていませんでした。ただ、ケイ君が見たという女の子は、 見た記憶がありません。そして K 君は団地に入ってから記憶が飛び十数キロメートル離れた神社の森辺りにいたそうです運よく夏至近い頃で夕方でも明るかったため彼は混乱するも近くの交番に行って親に迎えに来てもらったそうなのです親は誘拐ではないかと思っていたようで K 君の外出は禁止となった、ということです。その後中学校で K 君とは別々になって音信不通になっていたのですが高校の頃駅でふと見かけた K 君はかなりやつれてて別人のようになっていたのを覚えています。でつい最近実家に帰って当時区長をやっていた人と話すことがあったのですが 驚く話を聞くことができました。新興住宅地の開発が進んでいた当時、かなり奇妙なことが起こり、ケイ君みたいな事件も自分が把握しているだけで5件くらいあった。そのうちの一人は、見つかっていない、と。それが本当なのか、今でも見つかっていないのかはわかりません。そういえば、 K 君のことがあってから学校では、誘拐事件もあるから早く帰りなさいという注意もよく言われていたように思いますが、あまり注意力のない子供だったので、ほとんど気にしていませんでした。実家に帰ったついでにその団地に行ってみましたが、すでに取り壊されており、だだっ広い駐車場になっていました。そこで、例の神社にも行ってみました。 特に怪しい雰囲気はないんですが、ただ森の中に子供サイズの小さな草履が落ちていたんですよね。そして帰り際に駐車場に停めておいた車の上にやけに葉っぱが乗っていました。それがなんとなく不気味でした。ただの偶然でしょうが。 同級生の記憶。そういえば、夏の同窓会で会った一件。小学校の同級生たちとだったんだけど、うちの小学校は田舎なので、各学年一クラス。人数も30人程度で、6年間一緒だから、なんというか、全員幼馴染みみたいなもん。 当然ある程度の水準でみんな仲良かったと言えるくらいのクラスだったんだけどそんなクラスの実に十数年ぶりの同窓会でのこと6年間同じメンツだったんだけど毎年転校してくやつ転校してくるやつがそれぞれ一人二人くらいいたんだよねそんな転校生たちの中の一人の話 彼女は記憶してる限り、2年の2学期頃、変な時期に転校してきた。普通の可愛いい子で、明るくよく笑うし、すぐにクラスにも馴染んだ。女子とも男子とも仲良くて、放課後遊んだりしたことも結構あったし、彼女の家に友達何人かで遊びに行ったりとかももちろんしてた。彼女はその後、 四年だか五年の時に親の仕事の都合で転校していった。さすがに転校先までは失念してしまったけど、どっか遠方だったと思う。それで、友達も多くて人気もあったから、ずっと覚えてた彼女のことを、あの子どうしてるかねってポロッと言ったら、場の空気が変わった。変わったというか、 正確に言うと反応が真っ二つに分かれた。ああ、いたね。どこに転校したんだっけ可愛かったよね。今どんなになってんだろう。みたいな連中と。誰転校生いたっけいやいやいや、二年の時は転校生一人もいなかったろう。っていう連中に二分された。 俺含めた半分くらいは何言ってんだこいつらみたいな感じだった。まあ残りの半分も同じような感じだったんだけど。それで不思議なのが俺は普通に仲良かったから当然だろうけど別段仲がいいってわけでもない連中が彼女のことしっかり覚えてたり逆にむちゃくちゃ仲良くていつも一緒にいたろう。 レベルの女子が全く覚えてなかったり、単純に印象が薄いとか、関わりがなかったとかで言い切れない感じだったんだ。それでまあ、当然のように学級委員が持ってきてた卒アルを出してきたんだけど、当然彼女は途中で転校しちゃったから、卒アルには載ってないわけで、他の日常スナップにも映ってない。いなくなったこの写真は載せない方針だったようで、 他に途中で転校した子も同じ扱い。で、こうなってくると、明確な証拠がないので、いなかった組が、ほら見ろ、みたいになった。でも実際俺たちは覚えてるし、彼女の両親に会ったこともあるし、家の場所まで覚えてる。ってとこまで話が進んだところで、ふと思い出したんだよね。そういや、 彼女が住んでた家の場所は今更地になってるよね。そこからまたさらに話がこじれた。彼女のことを覚えてる組はそのことを知ってるし、賛同するんだけど、そうでない連中がみんな一様にハテナって顔するもんだから、どこそこの角曲がって抜けたところだよ。って説明したら、ああ、確かに今更地だけど、 あそこは前神社だったじゃん。とか言い出すのよ。いやいや、あそこは彼女が住んでた借屋があった。いやいや、ずっと神社だし。なわけあるか、この辺の神社は〇〇と〇〇と〇〇だけだろ。いや、でもあそこの神社でよく遊んだよ。ねえ、〇〇ちゃん。そんな議論が続く続く。で、 結局そこでああだこうだ言ってても仕方ないし、とりあえず後で調べてみるかってことで、ちょっともやもやしたままその話は終わり。その後は二次会組だなんだに分かれて解散になった。俺はその後調べてみたんだけど、というかわかる範囲でだけど、まとめると、彼女の家があった場所は確かにさらちで、家は確実にあった。 写真があった。彼女は卒アルには写ってなかったけど、各年度ごとに出す文集には名前があった。4年の終わりに出した文集にまで名前があったので、そこまでは確実にいたはず。白黒印刷で鮮明ではないけど、集合写真に彼女も写ってる。文集の人数とは合ってる。親とばあちゃんに聞いたけど、 さらちのところに神社が立ってたことはないとのこと。そもそも神社ってそんな簡単に取り壊したりするのか意外だったのが、覚えてた連中、誰一人として、転校先だけはっきり覚えてない。ドタバタで転校していったわけではなく、お別れ会的なものをやったのは覚えてる。覚えてない奴らは、みんなして、あそこは神社だったって、 と主張する。小さな公園が隣にあって遊具がどうのこうのというところまで大体いい一緒の証言。とまあ、だいたいそんな結論に軟着陸したけどなんとなく釈然としない。家が写ってる写真はそのうち覚えてない組に見せようとは思ってる。連絡は取ってないけど多分覚えてない連中も 文集見て彼女の実在を確認してるとは思う。それでもハテナみたいな感じなんだろうけどさ。あと、転校してきてそのままこっちにずっといて卒業したやつがボソッと、もしかして、俺がこうなってた可能性もあるのか、とか言ってたのはちょっと笑った。こいつは覚えてた組。まあ、そんな、長い割にオチのない話でごめんよ。 非分症私の友人は非分症に悩まされていますいくつかの病院で検査を受けたのですが網膜にも脳にも異常はなく原因は不明だったそうです大学に入ってからは比較的落ち着いていたのですが高校の時はひどく頻繁に黒点や 雲のようなものが視界に現れていたそうです。そんな高校生のある日、文化祭の準備で遅くなった彼女は暗い道を変えるのが怖く、明るい繁華街を通って家路に着きました。繁華街を通り過ぎ、角を一つ曲がったところで彼女の視界が薄い雲に覆われました。 曇った視界のままで歩くのは気持ちのいいものではないので、その場でしばらく立ち止まり、視界が晴れるのを待つことにしたそうです。時間にして5分ほど、視界を覆う薄雲は一向に晴れません。これ以上時間を潰すのも嫌になり、彼女はまた歩みを始めました。あのー。 遠慮がちにかけられた声に驚いて振り向くと、そこには中年の女性が所在なさげに立っていました。女性はじーっと彼女のことを凝視しています。あなた、目に何か変なこと起こっていないその女性は唐突に彼女に尋ねてきました。女性の後ろには誰もいない手相占いの台があり、 どうやらその女性は占い師のようです。なんでわかるんだろう。いぶかしみながらも彼女は素直にうなずきました。自分の非文章に関して何かわかるのなら教えてほしい。そんな藁にもすがる気持ちだったそうです。占い師の女性は、ほーっと一つ息を吐き言いました。 やっぱり、さっきあなたが立ち止まってる時ね、後ろからおばあさんが両手であなたの目を塞いでいるのが見えたんです。信じるかどうかはあなたが決めていいですけどね、と占い師は続けました。もちろん彼女は誰かに両目を塞がれた感覚はありませんでした。しかし、彼女は占い師の言うことを信じました。というのも、 彼女は子供の頃からそういうものが見える人間だったからです。彼女は占い師にもっと詳しく教えてくれるように頼みました。私はただその光景が見えただけで、それがいいものか悪いものかの見当もつかないの。知りたいのなら叱るべきところに行って相談しなさい。 占い師が教えてくれたことはそれだけだったそうです。次の日曜日、彼女は神社に行き、偶司にこれまでの経緯を話しました。偶司は話を黙って最後まで聞いた後、一人の男性を連れてきました。その男性は霊能者だと紹介されました。偶司曰く、自分にはそういう力がないので、この人に代わりに見てもらうのだそうです。 彼はしばらく彼女を凝視した後、ぽつりと言いました。そのおばあさんはな、あんたの守護霊だ。なぜ自分を守ってくれるはずの守護霊が目を塞ぐのか。私はそのせいで迷惑している。すぐにこんなことはやめさせてほしい。彼女は怒りながらその霊能者に詰め寄ったそうです。霊能者は彼女の憤りをなだめつつ、 真剣な顔をして後悔したそうです。やめさせるように言ってもいいんだがね。そのおばあさんが目を覆ってくれなきゃ、あんた、俺より幽霊見ちまうぞ。幽霊ってさ、結構グロいのもいるのよ。自己死した姿のままとかね。あれをしょっちゅう見るのと比べりゃ、視界が少しままならないくらい仕方がないよね。 話を聞き終えたあ諦めたように笑いながら彼女はそう言っていました表私は毎日スカイプで友人4人で会議通話をしています、A、は、 共通の女友達に片思いをしておりおおらかで優しいやつ B は大学生の割にとてもしっかりしており何かと心配をしてくれる C は霊感のある女性で B に気があるらしく幽体離脱して B の家に遊びに行ってるらしい A の家は去年あたりから次々に男性が亡くなっており 祖父、父親が高いし、弟さんまでもが謎の高熱で一ヶ月入院していた。私は見えたりはしないものの、なんとなく悪いものやいいものがなんとなくわかり、A からとても悪いものを感じていた。つい最近になり B と C と仲良くなり、 夜は四人でスカイプで話をする機会が増えた。A は弟さんが退院し一ヶ月が経過、好きな女性には振られたものの精神的に安定しているようにみんな感じていたが、大らかだった A が他人の行動に対し、気に食わない、偽善者、死ねばいいのに、などと口に出すようになった。 それから B が優しい口調で A に問いかけた。A 君は何が不満なんだ君に対して誰も迷惑をかけてないし、君のために何かしたわけじゃないだろう。すると、普段の優しい A の口調ではなくなり、みんな死ねばいいんだ。胸くそあり、死んでしまえ。と言った。私は、 A が以前好きな子に振られた時に失恋の痛みっていうのは筋肉痛みたいに忘れた頃にやってくる。などと言っていたので今になって落ち込んでしまったのかと思い B と一緒にずっと励ましの言葉をかけていましたが A はずっと殺す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 とつぶやくばかりでこれは普通の状態ではない ということに気がつきました。それまで C がずっと黙っていたので、寝てしまったのかと思っていたのですが、唇を切ったかのように、出ていけ !A 君の体から出ていけと叫びました。すると、ピタリと A は黙り込み、寝息が聞こえてきました。使っていらっしゃる方ならわかると思うのですが、スカイプは、 話している人のアイコンの縁が赤く点滅するようになっていると思うのですが C の声は A のアイコンに反応していましたすると C の声は相変わらず A のアイコンに反応しており A 君の家に飛ばしてみたけどすごいのがいる腐った血の塊みたいなのが人の形をしてて赤黒くってすっごい匂いうえっ C がおうとした瞬間、C のアイコンの縁が点滅し、彼女は自宅に帰ってきた様子でした。次の日、A はツイッターでも普通にみんなに挨拶したりしていましたが、私も C もそれは A に取り付いている何かがそうさせているのだ、と察し、それを聞いた B が A に寺に行くことを勧めています。しかし、 行くと言って外出してもコンビニに寄っただけで帰ってきたり、仕事に行ってそのまま帰ってきたりしています。C 曰く、彼の家についている何かがそうさせているようです。そして、A の弟さんを入院させたのはフェイクで、本当に狙っているのは A で、彼の家の男性ばかりを狙っている、と C は考えているそうです。 ちなみに C は B の着ている服や本名などを全部言い当てたり、私がどのような体勢で抱き枕を使って寝ているかなどを言い当ててくるような方です。ともびき10年ほど前の話。 仕事の休憩中、職場に配属されてすぐの女性の後輩に、なんか怖い話ある幽霊見たとかさ。と、仲良くなりつつ、ネタ収集のために話しかけた。怖い話ではないんですが、幽霊に助けられた話ならあります。と語ってくれた。後輩の王さんは、 新卒ではなく、高校卒業後、公務員予備校に通いながら深夜アルバイトをしていたそうだ。接客が苦手な彼女は、道路工事の誘導員のアルバイトをほぼ毎日やっていたそうだ。日中は予備校、少し仮眠して深夜の棒振り。日々睡眠が満足に取れないまま疲れが溜まっていったそう。 そんなある日のこと、高校時代に仲の良かった友人が突然電話をかけてきた。懐かしさと嬉しさもあったが、寝不足の王さんは電話中うとうとしてしまった。そんな時、どうして助けてくれなかったの突如頭の中に響き渡った友人の声に王さんははっと目を覚ました。 寝ぼけていたのだろうと思い、翌日にはすっかりそのことを忘れてしまっていた。その日の夜、昨夜電話していた友人が自殺したとの連絡を受けた。ほどなくして葬儀を終え、車でアルバイトに向かっている途中、ふと電話の声を思い出した。どうして助けてくれなかったの 友人は電話してきたとき、すでに自殺を考えていたのだろうか。私に相談したかったのだろうが、本当の気持ちが言えなかったのだろう。そんな彼女の魂の声が聞こえたのだろう。そんなことをぼーっと考えていた。すると突然、強い眠気に襲われた。これはやばい、事故る。 そう思った彼女は近くのコンビニに駐車し少し仮眠を取ることにしたそうだ。携帯のアラームをセットし王さんは仮眠を取った。パーパー突然大きなクラクションが鳴った。コンビニで仮眠を取っていたはずの王さんは気がつくと道路の真ん中を走っていた。 後ろの大型トレーラーがクラクションを鳴らしたようだ。訳がわからなかったが、急いでウインカー、ハザードを出して、王さんは路肩に止まった。コンビニで仮眠してたはず。すると、けたたましく携帯のアラームが鳴った。王さんの話を聞いてた私や周りの先輩たちは固まっていた。 なぜなら当の本人はその話をとても穏やかな表情で話していたからだ。それでね、私思ったんです。ああ、亡くなった友人が私が事故に遭わないように助けてくれたんだって。王さんはとても嬉しそうに話していた。そこで黙っていられなくなった私は、え、ちょっと待って。 意識ないままコンビニから道路に進んでたんでしょそうなんです。勝手に進むとか怖いですよね。クラクションの音で起きたんだよね。そうです。友人が助けてくれたんです。起きて、危ないよって。その場にいた人たちはざわついていた。それって、 友達があなたを同じところに引っ張ろうとしたんじゃないの私がそう言うと、王さんはパニックになったようで思わず椅子から立ち上がり、え、え、そういうことずっと助けてくれたんだと真相はわからないが、このことを伝えてよかったのか、今でもわからない。 祠らへ向かった後小学校中学年の時の話なんだが友人 A はクラスに一人は必ずいるような頭の回転も遅く成績も悪かったやつだった家も相当な貧乏でよく汚い服を着ていたのを覚えている鈍いのでいじめまではいかないけど よく構われていた、いじられキャラ、みたいなもんだった。不潔な上に、ちょっと暴れるやつ今でいう適応障害みたいな感じだろうか。そんな感じだったので、女子からは嫌われていた。でも、他の男子とは普通に仲が良く、俺も仲間の一人で、俺、A、B、他に三人のメンツで、 よく遊びに行ってたある日そのメンバーで学校の裏にある神社に遊びに行ってたこの神社は普通なんだがその奥の森の中にある小さな祠みたいなのがいわゆるいわくつきで学校内では何年の誰々がそこに近づいて消えたとか幽霊やら UFO を見たとかいう噂がまことしやかにささやかれており 俺たちの中では超有名な心霊スポットとなっていた。大体いい話の展開はわかると思うが、バカな俺たちは遊びのテンションも下がってきたんで、そこへ行ってみようと言い出した。が、ここで三四人がビビりまくって離脱。そこへ行くなら帰る、と、ちょうどスーファミが流行ってた頃なのでビビるのを隠しつつ、 俺もスーファミやろっとなどと言いつつ家に帰っていった。残された俺たち三人は、ここで引くわけにもいかなくなって祠へ向かった。が、ここで俺の記憶は途切れているんだよね。俺と A、B の三人で向かって、小さい道がついてる薄暗い森に列になっていったことまでは覚えているんだが、祠まで行ったのか、 そこで何をしてたのか、さっぱり覚えてない。それだけならまだいいんだが、おそらくその日以来、他のみんなとの記憶の差が出てる。その日以来、そのメンツで遊びには行かなかったんだが、クラスではもちろんみんなと会っていた。で、ふと気づいたんだが、A の雰囲気ってか、存在ってのが、今までと全く違ってたんだな。 いきなり「違う」ってんじゃなく何と言葉で表していいか「あれこいつってこんなやつだったんだっけ?」程度のおぼろげなんだわそれまでの A の印象ってのは前述した通りだがそれからの A は頭は割といい方でそんなに不潔でもなくなってた女の子とも普通に話していたし何より家も貧乏ではないようだ ようだっていうのは、それ以来 A との仲はあんまり良くなく、家に遊びも行ったりしなくなったから、わからなかったってのもある。他の奴に A ってあんな奴だっけ的なことは聞いた覚えがあるんだが、そうだろ何言ってんだという感じの答えだったので、それっきりそんなもんなのかくらいにしか考えてなかった。まあ今にして思えば、 ちょっと怖くて A とは関わらないようにしたんだと思う。で、学年が変わってクラスが変わってしまい、A、B とはそれほど遊ばなくなり、中学も二人とは別になった。そして時は流れ、大学時代。俺は頭も悪いため三流大に行ったわけだが、地元に帰った時に地元就職した奴らと出会って飲みに出かけた。そこには、 前述の、俺、A、B とよく一緒に遊びに行ってた連中もいたんだが、そこで寒気がする情報を聞いたんだ。A は、なんか知らんが、今は某有名大学に通うほどになってた。みんなの反応は、まああいつは当然だわな、みたいな感じ。そこで俺は首をかしげた。で逆に、B は、 中学の時に荒れて一家は離散状態高校は退学し障害だか恐喝だかで補導されたとか言っていた今は仲間内では消息不明俺の中では B はセレブってほどでもないけど親が確か銀行員だったかなんかでそこそこ裕福だったはずなんだ B 自身も性格が悪いわけじゃなくなかなかのイケメンで女の子にも人気があった覚えがある それを聞いて、嘘だろ、あの B が。あいつ小学校の時はいいやつだったのにな。って言ったら、他の連中はポカンとして、そうか、いかにもって感じだったけどな。B って小学校時代やんちゃだったろ、お前とよく A をいじめてたじゃねえか。とか言い出す。冗談かと思って、そんなわけねえだろ、と言うんだが、連中は本気らしく、 どうやら俺の記憶喪失だと結論づけてた。A に関しても小学校時代はそんな貧乏で不潔な奴じゃなく頭が良くみんなの人気者だったって言うんだよな。俺が A と B の過去の記憶をごっちゃにしているってこともあるんだがどうも腑に落ちないんだよ。あの事件の前までは確かに A は貧乏でどんくさい奴で それに関する思い出も色々あるし、B にしてもそう。オカルト的に考えれば、こらで A と B に何らかの事件があり、宇宙人だか霊的なものだかの関与があったんじゃないか、と疑ってるんだが、今更検証は不可能。俺の記憶違いってことで片付けられても仕方ないわけだ。もしかして逆に、俺だけ記憶をいじられたりして。 惹かれる男。毎年車に引かれる友達のことを思い出した。当事者じゃないから少し具体性を書く書き方になると思う。俺が子供の頃、どっかから小学校に引っ越してきた奴がいた。仮にその当事者の彼を A 君と呼ぶことにする。 A 君は夏になると毎回車にひかれたりしていた最初の時は運が悪かったんだと言われていた小学校二年生の時彼は事故に遭った見通しの悪い坂道で運転手の不注意で巻き込まれてひかれてしまったんだと聞いている 片腕の骨が折れたようだったが、一ヶ月ちょいくらいで病院から戻ってきた。入院中をお見舞いに行ったら、片腕で元気にポケモンをやってたから、その後攻略本を差し入れてやった。次の年の夏、車が歩道に突っ込んできて、そばにいた B 君ごと引かれた。A 君は腕を、B 君は腕とあばらを覆った。 B 君の方がひどい怪我をしていたが、なんとか後遺症もなく治った。学校からの帰り道での事故だった。その翌年は A 君と今度は C 君が車にひかれたと聞いた。A 君は柔道を始めており、おそらく突っ込んでくる車対策で受け身の技術を身につけていた。 A 君は腕を複雑骨折して C 君は頭が削れてしまって耳がなくなっていた C 君は一命を取り留めたが片耳は肋骨を削り出して作ったものをつけた状態になったこの事件は C 君が2年ほど入院していたということもあって誰も事故当時触れようとはしなかった 俺もどんな惹かれ方をしたのかは全く知らない。そしてさらに翌年になると、A 君は車を異様に警戒するようになった。それが功を奏したのか、夏休みを無事に過ぎ切った後、修学旅行中に事故にあった。山の頂上付近で岩ごと転落したらしい。 怪我人は A 君だけだったが、足の骨が折れた上に出血していて、先生が担いで下山していった。そうして、小学校最後の夏休みで、彼はまた事故に遭った。トラックに轢かれたらしいが、柔道に打ち込んでいた彼は受け身を取れたらしい。だが、受け身を取った右手と右足はひどい状態になっていた。 右手は開放骨折、右足は複雑骨折で、おまけに左手の指も折れたらしい。両手を怪我したためにポケモンもできないと嘆いていたが、2ヶ月ほどで退院した。その年を最後に、彼は無事卒業して福島の方に引っ越していった。その後も、この小学校では、 夏になると、一人以上が骨折を伴う事故に遭っている。まあ、変に関連づけてしまっただけの偶然かもしれないが。今年の夏は、体育館の柵ごと女生徒が落ちたらしい。一度事故に遭った人が、その後また事故に遭うことが多い気がする。おそらく偶然なのだろう。 先生も不注意で何度も事故を繰り返している子がいると言っていた。だが少なくとも A 君は慎重で利口な子供だったことを覚えている。15年以上も毎年事故が起きているのも偶然なんだろうか。